19日午前11時ごろ、木更津市富士見にある中之島大橋西側の海面でうつ伏せで変死体が木に引っかかっていると110番通報があった。遺体は男性で心肺停止状態で見つかり、現場で死亡が確認された。同市内では障害者福祉施設に入所していた竹畑彩人さん20が16日未明から行方不明になっており、木更津署は慎重に関連を調べている。同署によると、竹畑さんは16日午前0時半ごろ、同市内の障害者福祉施設から一人で外に出て行方がわからなくなっていた。外出時は青の T シャツに灰色の短パンを着用していた。見つかった遺体が身につけていた衣服は竹畑さんの着衣と似ており、背丈も同じくらいという。同署は19日も約60人体制で竹畑さんの捜索をしていた。